フレマンイコールメルルバックは、フランス、グランテスト地域圏、モゼル圏のコミューン。自動車であれば、ドイツのザールブリュッケンまで25分、メスまで40分、ナンシーまで1時間、ストラスブールまで1時間である。最寄りのローカル鉄道駅は、ベナンレ・サンタボル駅である。TGV が停車する最寄り駅は、ホルバック駅である。現在のフレマンイコールメルルバックは、 1971年に二つの自治体が合併してできたコミューンである。ガロローマ時代の発掘品として皇帝の彫像が刻まれた高架神殿、ウェヌス像が挙げられる。17世紀初めにできた二つの村は、痩せた土壌、人もまばらな経済活動、雑木林を抱えた自給自足経済を行っていた。フォールクモン領主の支配を受けていたメルルバックでは、 ガラス製造が1590年代からフレマンでもガラス製造が行われ1602年にピエール・エルンツとド・クレアンジュが創業した1602年フレマンに特権が与えられタバコと塩の税金が免除されたこの土地はしばしば高戦地となり戦火を逃れることができなかった,したがって1637年にはスウェーデン軍による放火と流血でわずか80人の 住民がいただけだった。1781年にフレマンはフランス王国領となった。1815年、ウイエ・ボンチの東部で最初の石炭が敷掘された。当時のフレマンとメルルバックは長い間、木材加工、タイル製造、穀物の製粉、家内工業から収入を得ていた。フレマンと合併したサント・フォンテーヌには100人もの、鍛冶屋がいた。 モゼル県のタコミューンと同じく、フレマンイコールメルルバックは1871年から1918年まで、ドイツ帝国に併合されていた。1905年のフレマンイコールメルルバックは、工業が中心であり、特に工業のために設置された地区には、新たな住民の住宅地があった。平和と繁栄がに世代続いた後、 ゲルマン化された精神はすなわちモゼル人が自然に1914年にドイツ帝国のため戦うよう仕向けた。大勢の男たちが東部前線でドイツの軍服を着て戦っただけでなく、特にフランスやフランドルなど西部前線でも戦った。皇帝に忠実であったモゼル人でもその一部はフランス軍に参加するため祖国を裏切った。1918年のフランスの勝利は、 平和を見出したフレマンイコールメルイバックの人々に受け入れられた。2016年時点のコミューン人口は1万3004人で、2011年時点の人口より0.63%減少した。参照元、1962年までイヘスのカッシーに1968年以降、INSEE、ありがとうございます。